ップ、あ、ん？ショップなんかを買えるようになりました。あれ？これひょっとして、ガチャ？ガチャ来た？ガチャ来た？はい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 。え、いや、なん、すぐ来たじゃん。なんだよ。全然。よーし、やったろうじゃねえの。ちょっと、一瞬画面をすいませんね。こうしまして。ガチャ、ガチャ、ガチャ、ガチャ。これか？初心者応援祈願？あ、これかな？タルタリアが出るやつ。なんか武器がすごいやつ。可愛い子たちがいるやつ。これやったらいいの？これやったらいいのかな？まず初心者やる？まず初心者やる。え、使うものが違うってこと？あ、ほんとだ、違うね。オッケーオッケー。じゃあこれやるね。え、これやれんの？これ。これ持ってんの？これ。あ、持って、11個持ってる。あ、じゃあこれやる。またシャープシューターだ。あ？ノエル。キャラが出たってこと？これ。あ、どうも。なんか、レザーくん。お、剣だ。レザーくんね。よろしく。お姉さん、北斗強そう。よし、剣、竜いっぱい血を、あーれ、お姉さん、漁港さん、この人、漁港さ、いやね、実はなんか前に収録の時に、スタッフさんに、帰り際にね、あ、木村さんって言われて、なんですかって言ったら、すいません、ガチャ引いてもらってもいいですかって言われて、うっそー、人のガチャ俺引くのって言って、まあいいけどって言って、やったのよ。そしたら、なんでか知んないけど、行幸さんばっかり出て、もう、行幸さんやたら来るじゃんって言って、で、4回やった時かな、確か。4回やった時に、ちょっともうね、時間が過ぎてたから、他のスタッフさんが、すいません、ちょっともう木村さん後があるんで、出てもらった方が、じゃあ、もうあと1回、あと1回だけやりますね、つって、あと1回でやったら、出た。だから、人のね、人のアカウントの俺5回目で出しちゃってんだよね。だ次4回目でしょ？なんだ？ディオナ！ちっちゃいのが来たな、また。これ耳が可愛いことで。なにここ、これ。こうなんかこの、こう猫耳になってんだよ、これきっとね。女性声優のサインみたいな感じだね。可愛い。カモンカモン。お？これ金？今の金？お？やったー！やったー！やったー！来たー！すごい？早い？これ早い？早い？引き？イエーイ！よっしゃー！どう？え？講師ね。どうもどうも。これなんだ？
あ、こういうのが育っていくのかな、きっとね。お、誕生日近い。へえ。やったぜボイス。あ、いっぱいある。俺はファデュイ執行官第11位、公使タルタリアだ。そして君は争いを招くものだね。実に愉快だ。きっと相性がいいと思うよ。そうですか。いっぱい取ったねボイス。戦士たるもの、常に挑む心を刃の先に留めなければならない。勝とうが負けようが、それによりかけがえのない貴重な経験を得られるんだ。勝とうが負けようが、それによりかけがえのない貴重な経験を得られるんだ。似てる。やったぜ。よしよし、これでチームとか組めるのかな。チーム、これだから一回隠さないとダメだけどね。チーム組んで、チーム編成、めんどくさいな、これ。出してもいいか、別に動画で出してるしな。メンバークイック編成ってなんだ。はい、ということで、お付き合いいただき本当にありがとうございました。今日はこれをね、弟、こいつを弟に連れて帰りたいと思います。タルタリア役の木村良平でした。タルタリアだよ、よろしくね、バイバイ。賢い者は軽率に死地へと足を踏み入れはしない。勝って当然の結果だけど、手加減はしないよ。